最高ですね。これはね、蒸したのとね、ほぼね、同じぐらいしっとり仕上がるんです、これは。どうも、料理のお兄さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はですね、最近暑くてたまんないじゃないですか。今回は至高シリーズなんですけども、夏向きの家レシピ。バンバンジでございます。夏に食べたい料理のヒットじゃないですか。至高シリーズの中華に定評がある僕なんですけども、バンバンジはですね、昔から結構作ってました。これね、超自信あります。皆さんこれは作ってください。今回のバンバンジはかなり邪道です。中華の料理人の方が見たら激怒しますね。でも大丈夫です、めちゃくちゃうまいです。しかも簡単です。なので今回は僕の最高に美味しいと思ったですね、至高のバンバンジ、これからやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。至高シリーズを作るにあたって、今回はね、バンバンジーなわけなんですけども、厚むきのさっぱりとした、レシピになりますので、これに合わせるお酒もさっぱりとさせなきゃいけないと思いますので、最高にさっぱりとしたドリンクをですね、見ながらやっていきたいと思います。このドリンクめっちゃさっぱりするんでね、爽快感を与える、この夏の風物詩ね、炭酸水ですね。なんで2つ作ってるのかっていうとですね、撮影してるんですけど、撮影中ちょっとスタッフ飲んでないんで、ちょっと寂しいので、撮影してるスタッフにも飲んでもらいます。てつや、撮影して頑張っていきましょう。はい、せーい、最高。これから飲みながら撮影する最高でしょ。ということで、材料紹介いきたいと思います。まずね、鶏もも肉。はい、バンバンジーって胸肉の印象結構ありますよね。皆さん中華料理だと骨付きのもも肉とかを使ったりします。はい、柔らかく仕上がるんで胸肉でやってもいいんですが、今回の場合はちょっともも肉使っていただきたいなっていうふうに思います。至高なんでね、1枚分だいたい 320g ぐらい。お野菜の方です。きゅうりですね。もうバンバンジーにきゅうりは絶対に欠かせない。きゅうりがあってこそのバンバンジーでございます。これ1本です。だいたい 100g 以上のものを使った方がいいかな。で、あとトマトが1個。はい、トマトもあればでいいんですけども、彩りにすごく綺麗になるんで、あればトマトは入れてください。ただきゅうりだけでもうまいです。ネギです。はい、ネギこんな使わないんですけども、4分の1ぐらいを使って、あとで青いとこね、皆さん捨ててるじゃん、ここね、臭み消しになるんで使ってください。長ネギは 20g ぐらい使うから。薬味に生姜とニンニク、生姜がだいたい10から 8g ぐらいで、ニンニクが 4g ぐらいのものですね。はい、ひとかけ練りごまだけね、タレに使うんで、調味料なんですけども、用意してください。あんまり家にないかなと思いますんで、練りごま、でもスーパーに必ず売ってますんで、あと調味料は概要欄に書いてありますんで、よろしくお願いします。基本的にこのもも肉っていうのはお湯で茹でるんですね。バンバンジの場合、沸騰したお湯に入れて沈めて火を消して、そのままこう低温でぐーっと煮ることによって柔らかくなっていくんですけども、今回は茹でません。茹でると鶏の旨味が逃げちゃうからですよね。全然伝統的なやり方じゃないんですけども、ここが邪道ポイントです。今回は鶏もも肉をレンジで調理ます。煮たのとね、遜色ないぐらい、しっとりと仕上がり、何がいいって旨味が逃げずに、この旨味がね、全てね、ここ残るんですよね。塩ね、3分の1ぐらい入れます。3分の1、これぐらいですね、小さじね。はい、これをね、振りかけます。皮目にはそこそこ厚く、なぜかというと皮目はね、ちょっと塩吸わないんでね、あんまり。でもこの中でね、揉み込んじゃう。で、穴とかはね、開けなくても全然平気です、これ。あと重要なのが、鶏肉常温にすることです。これね、まだね、冷たいんですよ。で、これを常温にするためには、一度ね、10秒加熱を、2、3回繰り返します。一気に30秒やると、鶏肉温まっちゃって火が入っちゃうんで、開けてやってくださいね、これね。まだ冷たいですね。はい。触ってみて、人肌よりちょっと冷たいかなぐらいで大丈夫です。そうしましたら、ここに、青ネギとあと生姜ね、パラパラっと。レンジでこうラップして火を入れるってほとんど蒸すと同じなんですよ。だからね、これで蒸し鶏を作っていくんですね。その方がダントツに早くてダントツに美味しい。3分30秒から3分50秒、今回3分30秒やってみます。電子レンジにかけてる間に野菜切っていきます。タレの野菜切っていきましょうね。まず生姜です。生姜は、普通にみじん切りにします。おろし生姜とかチューブとかのおろしにんにくとかおろし生姜とかでもいいはいいんですけども、やっぱりね、このみじん切りの生姜、このね、爽やかさね、勝てない。こういう風に千切りにしたら、ここに切ってこんな感じでみじん切りにしていきましょう。長ネギも切っていきます。
こんな感じでね切っていきます。バンバンジーはこれぐらいね、薬味をたっぷり効かせた方が美味しいです。はい、みじん切りにできました。で、ニンニクも入れて、みじん切りしていきます。苦手な方はね、ニンニク省いちゃってもいいんですけども、僕はね、入れてパンチを出したいタイプなんで、お好みで大丈夫です。うん、やっぱね、自分の舌に合わせてね、作るのが至高なんだよね。1本目で、ほぼシラフなので、でも早くハイボールが飲みたいんで、ね、終わらせていきましょう。はい、今3分半経ちました。で、このまま扉開けずに5分放置します。これで余熱で通すことによって鶏肉が非常に柔らかくなります。ここに入れていっちゃいます。ネギとかね。じゃあきゅうり切っていきます。きゅうりはね、まあここら辺、ちょっとこのヘタの部分ですね、ちょっと硬いんで、ここは。で、食べてください。そしたら、このきゅうりは千切りにしていきます。で、千切りにするのはこうやって斜め切りにしていきます。こうやってまあ並べて、で切っていく。こうするとね、素手でもいい感じの千切りになってきます。太く切れたきゅうりはきゅうりで美味しいですから、こんな感じになりました。トマトはヘタの部分、ここですね、ここ硬いんで、まずはこうやって小刻みに動かしながら切っていきます。無理に力入れたりするとザクッといきます。真ん中切っちゃうんですね。スライスしていきます。まあこう、まあこんな感じで切れます。まあ、別にそんなに細くしなくてもいいんですけども、はいはい、こんな感じですかね。タレ作っていきます。まず砂糖、小さじ4杯ですね。お酢が小さじ2杯、味の素3振りです。で、これね、まずね、混ぜてください。砂糖の粒子をね、ジャリジャリ感をね、なくしていきます。お醤油が大さじ2杯、今ね、醤油が邪魔だったらしい。はい、練りごまが大さじ2杯です。はい、はい、で、ここにごま油小さじ1杯です。はい、じゃあ鶏肉こんな感じ。そう、3分30秒、やって5分庫内に置いて余熱で火を通したもんです。全体押してみて、ブヨブヨしてる部分があったら火が通ってないんで、数十秒、また加熱し直してください。切っちゃう。あ、最高ですね。これはね、蒸したのとね、ほぼね同じぐらいしっとり仕上がるんです。これはことさら蒸すという、ところにおいては電子レンジがすっごい優秀です。で、今回はちょっとバンバンジーなので、ちょっと冷やしたい。僕もちょっともうバンバンジーでもうすぐ飲みたいんで、給食に冷やすやり方はこうやってね、こうか、金物のバットにこう広げてですね、冷凍庫入れちゃいます。そうするとね、もう 10分ぐらいで結構冷えますんで、これで冷やす。蒸し汁、タレにね少し入れてください。本当にスプーン1杯ぐらい、ね、これ入れてあげてください。生姜とネギの香りもここに移りますんで、はい、あんまり入れすぎちゃうとシャバシャバになっちゃうんで、スプーン1杯ぐらいでいいです。この3つ、全部冷やしていきます。はい、じゃあね、10分経ちましたんで、10分も経ってない、8分ぐらいもうキンキンです。はい、そしたら盛り付けいきましょう。で、ここにまずね、きゅうり盛り付けます。こんな感じですね、ちょっと長っぽそく、僕は盛り付けちゃいます。お肉を盛り付けていきますね。迫力がすごいですね、お肉のね、きゅうりが見えないぐらいですね。きれい、きれいでしょ、これだと。ここにタレなんですけども、今混ぜます。今混ぜていきます。全体がもう完全に混ざるかな混ざんないかなぐらいで結構です。まずは上にこの濃厚なごまだれをかける感じで全体的にかけていきます。そうするとね、この混ざりきってないところは下のきゅうりとかお野菜に移りますね、味がね。糸切り唐辛子、こいつをここに。最後にラー油、僕はね、あの角屋のごまラー油を使ってるんですけども、こういう、僕結構本気出しましたけどね、至高のバンバンジー完成でございます。はい、それでは、できましたので食べていきたいと思います。いただきます。全部いっちゃおうかな。いただきます。
ちょっとこれやばいわ。タレがやばい。ごまの香りが効いたね。このタレが全体を包み込んでくれてめちゃめちゃ美味しい。濃厚でありさっぱりもある。至高でしかない。くわー、じゃあ早く。いやいいっすね。いつもね不公平だと思ってたの。まあまあそうですよ、俺だけ飲んでて。これはハイボールだと思うな、これ。まあ、ビールもいいけどね。いただきます。乾杯です。いただきます。すっごいうまっ。タレやばいでしょ。うん、香りが全部すごい。まあ、の匂いを逃がさないためにかける直前で混ぜてふわっとかけてるから。ハイボールとの相性どうですか。だいぶもう寄ってきてる。今回はちょっとあの中華さんっぽく切ってまた裂いたりするんだけど、肉感がもうしっかりしたバンバンジー。キュウリもトマトも入ってるんで栄養価も高いので完璧です。いやーもうさすがでございます。逃げるようにされてる。いやなんかということで今回の宿物バンバンジーいかがでしたでしょう。ちょっと言わせちゃったんですけども、ホワジャオをかけてもガラッとねいい香りがつきますんで、ホワジャオをタレに加えていただくとか後かけにしていただくのも非常に美味しいです。これはガチでうまいです。この夏一番おすすめな至高シリーズですので、ね、ぜひお試しください。今回からあのスタッフ、撮影してるスタッフにも飲んでもらいます。アルハラじゃないです。はい、ということで、今回じゃ指名制、まあほら3対1だからさ、でもさ言うてさ全然俺のがハンディキャップすごいだけど。同じ白でいこう。同じ、まあ今日はちょっと俺がね、今日同じ白。この後多分チョモと達也も出るけれど、俺はじゃあ飲み続けるわ。自殺行為。自殺行為でしかない。